グリップテープの変えるタイミング、自己肯定感上げるテニスコーチ加藤です。今日もよろしくお願いします。はい、グリップテープ、皆さん何回ぐらい変えていらっしゃいますか。まあこの一番手頃に変えられて一番お金もかからなくて一番パフォーマンスを上げることのできる可能性があるのはこのグリップテープになってきます。で、結構ねいろんな考えの方いらっしゃって、グリップテープも、まあ、ボロボロになるまで変えなきゃいいんじゃないとか、ね、こう逆にこう繊細な方はちょっとでもこう感覚が悪くなったら、ね、変えた方がいいんじゃないかなと思われる方、まあ、いろんな方さまざまだと思うんですけども、まあ、これですね、どういうタイミングで変えていけばいいかというのをですね、ちょっと私の、はい、視点からお話し差し上げたいと思います。まあ、今このご時世なのでやっぱりね、手洗い消毒うがい、もういろんなことがこう大事になってきますよね。なのにグリップテープだけが真っ黒とかもうボロボロになってるとか、これ衛生上も良くないと思うんですね。まあ、ただその一つの目安としてどういった基準で変えていけばいいかというのをですね、お話ししていきたいと思います。では行ってみましょう。まず間違った選び方ですね。まあ、これは僕はあまりお勧めしないんですけども、色のついたグリップテープありますよね。色のついた赤とか黒とか、まあ、青とか、まあ、いろいろありますよね。でそのグリップテープなんですけども、まず汚れが目立つから色のあるグリップテープを使うって考えていらっしゃる方は僕的にはやめた方がいいと思います。それはつまり自分の感覚で汚れているのがわからないってことになってきますので、そうするとやっぱりこう汚いまま使っていくと、まあ、衛生上ももちろん良くないんですけども、例えばこうグリッピング、ボール当たるときって特に強いボールを受けたりするときもそうですしね、自分から強く打っていくときはグッてこう力入るんですね。そのときにちゃんとずれずに止まってればいいんですけども、これが、ね、グリップがやっぱりこう緩いというかね、もうこの接着面が、ね、こう乾燥してたりするとつるって汚れたりするとつるって滑るんです。その分腕に負担がかかるんですね。なので手首が痛くなったりとか肘が痛くなったり肩が痛くなったり、なんかちょっと最近なと思う方ですね、ガットとラケットの可能性ももちろんあるんですけども、グリップテープ確認してください。でそういう意味ではカラーのグリップを使ってしまうとどうしてもこれ出てきます。だからテニスがなんかいきなり調子悪くなる方とかはできれば白いグリップを使っていただくことをお勧めします。で白いグリップ何がいいかというと、もうお気づきの方もいらっしゃると思うんですけども、白のグリップって汚れてくるとすぐ分かるじゃないですか。そうしていくとやっぱ変えますよね。見た目も悪いしで、ね、ずっとあと、まあ薄い、まあ、水色とか蛍光黄色とか蛍光ピンクもそうですけども、そうなってくるとやっぱ変えるタイミングとか気づくタイミングが早くなるじゃないですか。どうしてもテニス一生懸命こう練習してたりすると、ね、自分の技術のことばっか頭いってしまうんですけども、グリップ気づかないことで結構技術のね、それこそスイングロス落としていくことってかなりあるんですよ。これ私自身もそうなんですけども、どうしてもコーチ業やってるとなんか今日うまくお客さんの球返せないな、お客さん結構いいボールは当ててるけどもうこれ返すくらいはできるだろうっていうのがミスしてしまったりとか、そういった時ってやっぱグリップテープがですね、やっぱりこう汚れてたりとかすることが多いので、まあ、できればもう目立つのが嫌でって方はもう白を使ってください。でまた白のグリップって結構何がいいかというと、汚れている場所で自分の力の入っているところが分かるんですよ。ちょっと汚れてきたなと思った時に、例えば力んでしまう方っていうのはもうここら辺、まあ白いグリップでいくとこの辺りが汚れるんですね。でここ力んでる方ですね、ごめんなさい、力んでる方はこの上の方が黒くなってくるんですね。でちゃんと脱力して打ててる方はこっち側が汚れてきます。その違いを見分けるだけでも、こう握ってた時にテニスってやっぱこっちの方に力が入るとすごくですね、こうヘッドも回ってきますし、でボレーとかもここに入っていくとこう押さえてきます。でもこっちの方、上の方が黒くなってる方っていうのはちょっと力みすぎてこう
手の力だけで打とうとしてますので、まあ、そういったのをこう防ぐ、自分の技術を客観的に見るためのアイテムにもなってきますので、白結構おすすめです。で、次ですね、まあ、どのくらい汚れたら変えた方がいいのかっていうのをお話ししていきます。まあ、ちょっと幸い白ラケットがいっぱいあるんで お見せしますけど、これ今さっき使いました。これは結構 OK ですね。もうちょっとしたらダメになってくると思うんですけど、まあ、すごい綺麗に映ってますよね。はい、これは OK ラインです。で、白って分かりやすくて、もうこのくらいになってくると、まあ、これ全体見て、まあ、こっち側が汚れてるので、まあ、使ってる方ちょっとこう上級者の方とかが多いんですかね、中上級者の、このくらいになってくると大相談です。ちょっと映り、多分カメラ綺麗だから分かると思うんですけど、はい、これは自分の感覚で、はい、変えていくかいかないか決めた方がいいと思います。で、すごいな、綺麗に、はい、これは変えた方がいいです。もうここら辺が汚れて、まあ、ほぼほぼ私が使ってるんですけど最近、はい。で、まあ滑らないからって、まあこれね、この状態でも滑らない時あるんで、引っかかりが良ければ別にこれまだ頑張れると思います。ただまあ変えていった方が、自信がない方は変えていった方がいいかなといった形になります。はい、でどんどん行きましょう。あ、もうこれはもうボロボロですね。ちょっとここら辺もね、剥げかかってってボロボロ真っ黒けっけ、もうこの状態になってくると変えていった方がいいです。で、恐ろしい、わかるかな、まあ、どうぞカラーの薄いバージョンですね、黄色いやつ、まあ、これは五分五分ですかね。まあ、ちょっと汚れてきますけど、まあ、薄めの、ね、こうカラーの場合は分かりやすくなってくるんですけども、さてここからです。デレン、これ分かりづらいと思うんですけど、よーく見てください。ちょっとね、持ったら分かるんですけどね、グリッピングがないんですよ、あんまり。で、分かりづらいじゃないですか、多分これカラーって怖いんですね。これなか、この感じでテニスをしてると結構スイングロス大きくなります。変な力みでボール効率よく飛ばせなくなってしまいます。で、もうこれは替え時です。皆さんグリップどうなってるかな。これは逆に巻い、ほぼ巻いたばっかりですね。巻いてはそんな立ってないので。ただやっぱりこれ線量もあると思うんですけど、ちょっとこの滑り止めが弱くなってますね。まあ、こんな感じですね。これはもう OK、 もう巻きたてですね。はい、で、これ分からないと思うんですけど、これね、もうスルスルなんですよ。もう滑っていく、これラケット吹っ飛んでラケットね折っちゃうこともありますから、この黒いグリップをされてる方でこう持った時にこうなんかこうちょっと滑るなって感じの方、グリップ変えた方がいいです。そしてこれもそうです。もうこれも削れてきてるの分かりますか、ここら辺。はい、これ変えていった方がいいんですといった形で、まあ、感じ方は人それぞれだと思うんですけども、結構これグリップご自身の見た時に変え時間違ってることが多いと思いますんで、気になればその、ね、いつも通ってる専門店さんだとか、あとは担当の講師だとか相談してみてください。300円です。300円でテニスが上達すると思ったらかなり安くなります。例えばまあ当店で、まあ大体そうです、3本巻きだったらまあ800円ぐらいで売ってますよね。あとパッケージなしの NX さんだったら、5本巻きだったらね、1本あたり200円ぐらいになりますし、もっと大きいの買えば1本あたり150円とかになりますから、できればこちら変えていただければと思います。といった形で今日はグリップテープですね、変えるタイミングについてでした。皆さんのグリップテープはどのグリップに当てはまりましたか。ぜひとも心地よいパフォーマンスをするためにもグリップテープ頻繁に巻き替えていきましょう。最後補足なんですけども、途中で出ましたけども、線量があるので白が一番おすすめです。白は何もない状態で
グリップね、色がついてない状態ですから、色がつく前の状態でありますから、その白いグリップの方が染料混じってないから長持ちしやすいのと、手元の感覚一番良くなってくると思います。はい、といった形でよろしければチャンネル登録、いいねボタンですね、またレッスンイベントなどは概要欄からお願いします。ではさよなら。